あずみむくあずみむくは東京都新宿区出身の漫画家。いつの間にか漫画にはまり、高校生から本格的に漫画を書き始める。同人活動をして漫画サークル、作画グループに加入した。1981年に最初の作品を発表。1982年にプロとしてデビュー。プロとしてデビューする前に投稿作が掲載していたりしたため、どれが デビュー作なのかはわからない。1980年代初期は雑誌、ウィングスや他雑誌へ継続的に作品を掲載している。その作品は、北欧神話、中世アイスランド文学、ゲルマンの伝説を素材としたものが多い。代表作、ヒーロ色い剣は1986年に冒頭部が発表された後、全10巻。 合計1675ページからなる分量で1993年に完結した。ヒーロー意見では10世紀の北欧を舞台に作者によって創案された死すべき人間である主人公とラグナロクの運命と戦う北欧神話の神々について物語られる。当時の北欧の人々がキリスト教へ回収していくことによってもたらされた社会的な変化のような 現実の歴史上のテーマを機能させつつ、中世北欧の伝説の中に自然に自身の物語を位置させることを試みている。他の作品の多くも類似した主題を扱っている。代表作としては他に、ワーグナーの学劇を忠実にコミカライズしたニーベルングの指輪がある。最近は、修営者の学習漫画シリーズ世界の歴史の第13巻。 産業革命と自由主義を担当した。ありがとうございます。